トラミルクラジオでございます。おはようございます。トラがちょっと言われましたのでね、トラミルクラジオでございます。さあ本日撮ってるのは5月3日日曜日の朝9時18分ということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ、これもね、もう20何回目になるんですかね、ほぼほぼ毎日続けるべくやっておりますがですね、ちょっと続けるコツというか、そういうことってあるじゃないですか。何でもね、やっぱこんな裏話でも毎日やっぱりこうアップしていこう、録音して、アップして画像を貼って、まあ、画像といってもこのタイトル画面だけですけども、まあまあ毎日となるとなかなかね、いろんなことあるわけですから、なんですよ言い訳してるわけじゃないんですけど、そこで私工夫をしましてですね、前も言いましたが iPhone 収録に、切り替えました。その結果ですね、非常にフットワークが軽くなりまして、今日もこうやって撮ってるわけなんですけれども、今日はですね、お気づきでしょうか、ちょっと空間を移動してる感じしますよね。わかると思います。お耳のいい、リスナーの皆さん分かっていただいてると思いますけど、私家の中を行ったり来たりしながら撮っております。はい今日はですね、そういった工夫もこなしながら家の中でステイホームを推奨しながら動きながら、この隣のラジオ皆さんの質問に答えていこうじゃないかというふうに思っております。今窓際です。はい、そしてですね、今台所を横目に見ながら歩いたわけですが、先日のキテレツさんのね、サスケを作りましたというね、非常に子供のためにね、庭でサスケができるようになりましたみたいな感じもいただきましたけれども、カトリン・ゴーさんからいただいております。ウェブページを作れるようになりたいなって思って少し手をつけ始めました。まだまだ全然ですけど一歩ずつっていうね、すごいですよね。これお世話になってるヒューストンこと鹿島さんがですね、いろんな大喜利とかのシステムを作ってくれたりしてやってるんですけど、そのプログラミングとかですね、ウェブ関係、そのウェブ言語っていうんですか、それを作れたりでやったりする人は本当すごいですよね。あれもすごいですね、科学理系の人でさ、科学式、サッカーボールの六角形みたいな、あそこに科学式書いてあって、それ見てなんか薬とかそういうのを分かるとか、もうあれは外国語だったり魔法だったりするようなね、本当にああいう人間の文化の英知ですよね、魔法のレシピですよねって思っちゃいますっていう感じのインスピレーションを今ねいただきましたんで取り留めのない話をいつも本当ごめんなさいね。はい、一回カレーをですねがっちり作ったことがあるんです。おしゃれカレーをレシピですね、エッセかな ESSE エッセかなんかが手に入った時があって、その白ワインからなんかそれ豆板醤だっけな、なんかあとは鷹の爪とかそういうのをですね、まあ、お金かかっちゃったんですけど全部揃えてそのレシピ通りに作ってみようって思ったことがあったんですね。まあこんなことは皆さんね当然あると思うんですけども、僕的にはそんなにないことだったんで、これねやってみて大変だなと思ったんですけれども、まあびっくりしましたね。お店の味でできたんですねそのぐらいやったことないんです僕そういうのね。びっくりしました、ほんとにこれ俺が作ったカレーかねと、なんちゅううまさやと。まあもちろんありますよ、そのキャンプ場で炊いたカレーみたいなね、自分で作ったというこのひいき目に食べてるのもありますけど、すごいなと。これやっぱりその人類の英知ですよね、紙に書いた情報でですよ、何を何分炒めてください、何を買ってきてどのぐらい調合してここがこの量でとか、そのレシピという偉大さに驚愕したっていうことですよね。その情報で人の味覚とか感覚とかにこう喜びを与え伝えるというすごいことだなと。それを書いて伝えてる人もすごいし、混ぜ合わせた人もすごいですけど、何よりそれを最初にね、いろんなことを試し、鷹の爪があった方がいいなとか、白ワインこの量がいいとかっていうのをね、こう作ってきた人ね人もそうですし、それをこうちょっとずつあれですよね、発展させてきたわけでしょう。
そういうのはプログラミングもその科学式もそういうことなんじゃないかなと、ね、だしこれはね、おしゃべりとかそういうバラエティとかそういうこともきっとそうなんだろうなということですよね。連綿と受け継がれる、ね、人類の英知でございますので、決してあなたが作ったもの、ね、サスケのセット、ね、それも全て、ね、そして、ウェブページ全て先人が築いた土台の上に立つ、先人の屍の上に立つという、ね、ことを感謝しながらですね毎日過ごしていただきたい。この iPhone もそう、ね、感謝をどういう積極臭いことをね言うつもりはないですけど、何ですかね、これね、自宅に居すぎるとやっぱりあれですかね、変なテンションになってくるんでしょうか。はい、ありがとうございます。続きましてのお便りでございます。はい、いっぱいいただいてありがとうございます。休日にね、自粛中何をやっていますかという、はい、このちょっとしたヒントになればと。あ、ちなみに私はね、先日も言ったんですけど、あのギターをね、ポロロンとちょっとお酒をクイッと入れながらやるのにハマり出していると。あとはあのブラインドタッチをねパソコンで勉強していると。今の機会しかないですかね、やってみようというのと、さっきもあこれやってみようかなっていうのをはって思ってメモったり考えたりしたんですけど、ちょっと忘れたんでまた喋ります。こういうとこなんですよ、結局進歩がない人間っていうのはね。はい、誰が進歩がないんですか、やってんでしょ毎日ですね、続きまして、ちょっと待ってください。あ、ちゃんたつさん、自粛生活で始めたこと、除菌シートでのスマホやリモコンの除菌。ああ、なるほど。意外とそこが汚れてるって言いますからね、そして過度にコロナの報道を見ない、あまりニュースを見すぎると精神的に良くないと精神科医の YouTube チャンネルで聞いた。あ、これ読みましたね僕ね。ああ、なるほどなるほど、うん。そしてキュンキュン配信の執筆活動いいですね、ノーミルク佐藤先生の校長校長企画キュンキュン配信ぜひご覧いただきたいと思います。そっか、ということですね、いろいろいただいてます。まだまだこちらでねお待ちしておりますと。初めて、こちらでね、あの僕も言おうとするんですけど、まあ、いろいろ始めようということでミルワカ横丁もやってるんですが、このトラミルク生ラジオですね、こちらの方もちょっと始めていきたいかななんて思っておりますので、大体午前中に撮ってるんですけど、まあ、撮るのもあれかなみたいな時はちょっと生でね、午前中、これ自粛生活の方もいっぱいいますから、どれぐらいこう来てくれるかななんていうのもちょっと、はい、もしかしたらこれが出る頃にはもうすでに1回やってるかもしれません。うん、ということでございました。もうね暑くなってきてますんで、体調管理意外と気をつけていただきたいと同時にですね、まあこれ外に出たいというね気持ちをぐっと抑えてね、お家の中でステイホームしようじゃないかということで、そうですね、いろいろアーティストがいろいろ出してるみたいなのあんま全部チェックできてないんですけど、あのビーズさんが出してるねホームという曲のあのリモートでバンドの人とねあの撮ってるっていうのたまたまこう出てきまして、それ良かったですねいや、この間の原美涼美さんのね、まあ、その続編のやつも出てるんですけど、僕それちょっと見れてない、浦和のやつとかね後で見ようと思ってるんですけど、やっぱそのリモートの中の作品を僕いろいろ見たりしてるんですけど、いやいやミュージシャンならそれみんなやってんだろうし、考えたりするアイディアではあると思うんですけど、やっぱちょっとビーズさんは、ビーズじゃないですよね、僕らのことビーズって言っても、今ビーズって本人たちがビーズって言いますからね、性格が違うと言いますか、なんでしょうね、なんか押し付けすぎない感じもかっこいいですし、ね、あとバンドメンバーがほぼ外人さんっていうね、そしてそのまあ、見てない方のためにこれから見る方のために喋りますのね、言葉一つ足りないくらいでっていう、知ってますホームね結構昔の歌ですよね。でステイホームとやっぱりかけていらっしゃるんだと思うんですけども、また歌詞がですね、あ、その前にシチュエーションですよね、稲葉さんが真ん中の画面にいましてさ、
7画面6画面ぐらいかな、キーボードの外人さん、ギターのかっこいい日本人の方、ベーシストのなんかピンクのねおしゃれなソファーに座ってる、まあベーシストの外人さんですよね、女の髪の長い、この人まだかっこいいんだわ。あとドラムの外人さん、これひょっとしたら海外にいらっしゃるのかもしれないですね。でそのあとはもうご存知松本さんですよね、ギターの松本さんも稲葉さんも多分ご自宅なんでしょう。後ろはねレンガの壁みたいな、そこに分かんないですけどもうスピーカーやらそのギターやらね、グラミー賞のなんかとか飾ってあるような部屋なんでしょう多分。それを5弦6弦でつないでですねやってると。別に説明もなんもないんですよ、これから皆さんのために、歌いますとかもないんです。普通にギターを松本さんがポンポンポンとなってる、その5弦中弦がズームみたいになってるんですけど、まず松本さんがアップになったりとか、それぞれがスタンバイしてるところが一個一個アップになったりとかして、後編集入ってますねあれね。うん、だからいろんなとこから稲葉さんのアップになってマイク持って松本さんのギターに合わせてワンツーって言うと松本さんがテン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 、そのギターがまたかっこいいんですけど、それで始まるわけなんです。何興奮してんのか分かんないですけどね、テンション上がったことを語るときってこんなもんですよねみんなね。ぜひ見てください。それでまあホームという曲で、まあ恋愛とかその大事な人に対する愛情、普段のなんかそういうことの気持ちを歌ったような曲なんですし、決してこのね自粛生活とかに関係して曲ではないんですけど、その曲の素晴らしさですよね、どう撮ってもいいというね。やっぱりこう家を大事にみたいなことに聞こえてくるわけですね、身近な人を大事に。こんな時だからこの歌をあなたたちに聴いていただきたいし、こんな時だからこういう気持ち振り返って大事にしませんかになってんですよね、なってんですよ。見てください。これも何でもそうですよね、ミスターチルドレンの終わりなき旅もコンサートの旅に違うもんね、最後に出てくる終わりだって、その震災の時も違うし、また景気が落ち込んでる時も違うし、またそのタイミングによって同じ歌詞同じ詞なのに多分歌い方一緒じゃないんです、込めてる気持ちが一緒じゃないんですね。コメディアンもそうありたい、だから鉄板の漫談をする時もその時の気持ちでね、気持ち込めて撮れてんのかなこれ、大丈夫かな。本当に世に出すやつなんかなこれね。こんな感じにもなりますよね、家で撮ってるわけですから、はい、ステイホーム。いやそのホーム、そうそう、それがそれぞれのパートが奏で、まだこの話するかって話もう終わりますから、それぞれのパートが楽器を奏で歌いってなった時に、最初のサビに行く時に画面がファーって一緒になるんですよ。これちょっとうまく言えないですけど、そのカメラワークと音の重なる瞬間がブワッてくる感じ、かっこいいです、かっこいいです。ぜひ見てください。これ2パターンあって、稲葉松本の2人のパターンの先に、じゃなくてそっちじゃなくて、そのバンドメンバーでやってるパターンを先に見てほしいと思います。ね、自宅生活大した事件も起きないですね、声の響きは歩いてるんで変わってると思います。なのでこういうね心が動いたことを事件と捉えまして、毎日ほぼ毎日このトラックラジオを送りできたらいいななんて思っております。皆さんからのお便りが途切れがちです。ぜひですね話すネタをいただきたいと思っております。お便りはトラミルクラジオ宛てにですね、このミルアカトラの穴チャンネルのコメント欄でも構いません、この動画のコメント欄でも構いません、そしてツイッターの方でも構いません、ぜひ待ってます。はい、それでは井上山でした。今日も元気にガオー。